はい。お世話になってます。はるはるチャンネルです。2024年7月12日になりましたね。えー、すいません。体調が、あの夏風邪ひいちゃいまして、体調が優れてなかったです。鼻 <laughs> 風邪と喉やられちゃいました。はい。えー、ちょっと回復したんでね、動画一本出したいと思います。えーとですね、あのショート動画なんですが、あの東京都知事選2024、いろいろショート動画出してました。まあ、結構かなりバズってくれましたし、見てくださっていましたね。 えほんとありがとうございます。で、まあ、もうこれでね、今日12日なんで、7日に投票日で、えー、12日なんでね、もう、もう冷めたかなと思ったところ、まだ余韻が残ってるんで、まあ、ちょっとね、何本かね、ちょっと2つぐらい題材取り上げようかなと思います。題材というか、議員さんなんですけど、立候補者なんですけどね。えっ、ー、と、まず最初なんですけども、こちらをちょっとね、えー、見ていただきたいなと思います。 これですよね。えー、RCL なんですが、この RC をこう貼られたことに関して、えーまああの、ショート動画でも言いましたけども、まあ、誰が貼ったかわからないということになってるんですよね。で、えー、これあの、蓮舫さんにあの、まあ、インタビューしたところ、 R シールが今、話題になってますんで、とその件についてインタビューしたところ、なんか回答がですね、言ってる意味が分かりませんということを言ってるんですよね。で、これ、ちょっとかなり今、問題になっているみたいなんですよ。その回答が意味が分かりませんなんて言ってるんですけど、この着用してる服が R っていう文字が入ってるんで、蓮舫さんの回答で、あ私がそのようなものを着用していたので、これから調査しますとか、 えなんか言えばいいんですね調査しますでもいいですし、あこの絵貼った方とはあの関連があるのか、少々お待ちになっていただけますか、回答は今控えさせていただきますとかって、これがないので、これちょっと話題になってるんですよ。で、またこれがあの有料で売られてたっていうこと、本当なのかどうなのかっていうことで、まあ、その辺んもまあ話題になってるっていうこと、まあ、蓮舫さんですけ、ね、ど でなおかつ、そうなってくると、どんどん次から次へと話題が、あの、これ公職選挙法に違反するようなことやってたんじゃないのかっていうことで、なんか大きなポスターを掲げて、なんか妨害したっていう。まあ、それもちょっと詳しくはわかんないんですけど、まあ、そういうこと言われたりだとか、えー、まあ、なんか共産党のチラシになんか自分連邦議員に、 票を入れましょううよっていうことこれ公職選挙法違反してるんじゃないのかとかまあ当然6月2日有楽町で講演した時にあのまだ選挙始まっていないにもかかわらず東京都知事選に挑戦しますっていうことを言ってしまったっていうことが公職選挙法違反だとかっていうことで次から次へとね公職選挙法違反に関するこううん項目を取り上げられてしまってるっていうのは蓮舫さんなんですけども。 これ、蓮舫さんね、過去ですね、あれ、ご存知ですよね、何て言うんですか、これですよね、あ確か2014年なんだ,と思うんですだと思うんですよ、2014年、当時、法務大臣をやっていた松島さん、松島法務大臣が、なんかその、なんか、お前、 どどりかなんかお祭りか知りませんけど、うちわを配ったの、この松島さん、緑さんね。松島緑って描かれてるうちわを、これ、まあ、配ったと。そしたら、これが公職選挙法違反じゃないのかって言われ、話題になって、これ、あの、高等弁論で言ったんですね、この議員、議員のね。はい、議会で言ったんで、結局これ、 確か2014年の10月7日に言って、10月の20日にこれ、松島みどりさんが辞任に追いやられちゃってるっていう、こういう事実があるんですよ。で、まあ当然ね、あこれは、まあ、結果論言いますけども、一応これ、不起訴になってるんですよ。違反だからということで、まあ、刑,事刑事罰、<laughs> 刑事訴訟になってなる予定が、これ、不起訴になったので、まあ、訴訟にならないということで、権利不十分だということなんですよね。 ですけども、あの松島みどりさんを、えー、追いやったってことです。ですんで、結局これ、なんていうことですかっていうと、松島みどりさんを、あのま、法務大臣を辞任まで追いやったんだから、あなた、ちょっとその r シールっていうこともちゃんとした回答してくださいよということを、まあ、逃げちゃってるっていうのは、これ、どうなんですかって。 ということで足を取られて,て、まあ、当然ね、松島みどりさんにもまあ陣営というか味方いっぱいいるわけであって、まあ、その辺のところがまあ問われてるっていうことですよね。はい、それからですね、もう一つがですね、あのでもう一つがですね、もう新父を吹かせた石丸慎次候補です。 まああの本当にすごい票を取ってまあ二位になりましたけど実際なんかその、えー、インタビューに関しては彼独自の理論みたいなのがあるんでこれちょっと見てみましょうか。石丸さん日本テレビの森ですどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい先ほどええー、まあこれ分かんないですね。<laughs> はい都民の民意が相違というお話もありましたけれども、今回の選挙、改めてどう受け止めてるのか、教えてください都民の民意が遠いというのはどこの話ですかあ、えー、あの都民の民意がどうってこと、どう受け止めてるかっていう質問に対して、都民の民意はって返してますよね。<laughs> いやどう受け止めててるのかってうこ質問されたら素直に いや実情2位だったので、えー、自分としては力が足りなかったなと思ってますとか、えー、実情に、まあ、初めての,あの都知事選出馬だったので、2位っていうのは、まあ、期待に応えられなかったので、票していただいたのはあ、方には非常に感謝しておりますとかっていうふうに <laughs>、いきなり都民の民意はと <laughs>、これ、笑っちゃうような回答なんですよ。要は、あの石あのー、ですね、まあ、ちょっと端折りますけど、うん 石丸さんって、なんていうんですかあのあの、質問、インタビュアーの質問に対して自分の持論を言うんですよね。質問に答えるんじゃないんですよ。その質問、何なんですかっていうことで、まあ、持論を言って、その回答をさせないような方向に持っていくような、そういう会話をする。 ですよその持論の言葉で引っかかるものを逆に質問しちゃうっていうそういう独特の,あのあやり方みたいな自分の頭みたいなことがあってでまあ,あのそれが結構話題になっちゃってるっていうことなんですよでこの,その自分の持論を持ってっちゃうとインタビューとかそのものが成立しないんですよそのインタビューが成立しないとどういうことになるのかっていうと別の,あの表現でこう何て言うの揶揄されるっていうんですか 表現されちゃうんですよ。例えばですね、これがいいかな。これちょっと見ていただきます。これサ、サブウェイのサブウェイ店員対石橋が捜索されるということで、まあ藤藤和之さんという方のツイートなんですけど、えー サブウェイご存知ですよね。いろんな具材、ベジタブルがあったり、チキンがあったりでとかあの、いろいろな具材があるの自分でチョイスして中にサンドイッチしてる。僕の、ね、チャンネルでも出してるんですけど、まあそういう、まあ言ってくださいね、あのサブウェイにね。はい、石丸氏、BLT で。店員、パンの種類は何しますか石丸さん、私パンの種類話しました店員、おすすめハニーオーツでよろしいですか石丸さん、私 BLT って言いましたよね。<laughs> まあ、 こんな感じでですね、あのそのかオーダーを成立させないようなおかしなモントになってしまうということを揶揄されるっていうか、こういうふうなことで使われて、周りでいじられてしまうんですよ。こういうふうにいじられてしまうと、結局、あ,のあちこち SNS ですから、あちこちでよく思われないっていう部分も、は敵が多くなよく思われない人、 多多くくななっっちちゃゃうう要は敵が多くなっちゃう当然その,あの回答をいいっていう人も当然いるわけじゃないですか。ですんで今後ちょっと石丸さん今回の都知事選では信仰を吹かしたんですけどその問と質問の回答のやり方によってはあのまた逆に <laughs> ちょっと敵を多くしてしまうんじゃないのかな当然味方も多くつ,けるつく可能性も当然あそういう要素を持ってる方なんです。 で、今回の件に関して、僕はあの石丸土地に関して、なんでこれ、新風を吹かせたのかというと、この方ですね、えー、藤川慎之助さんっていう、この日本の選挙プランナー、元政治家で大阪市会議員2期やったっていうか、この人も選挙のプランナーっていう方なんですよね。で、この人には多くのなんか財界とかがついてるっていう。 まあまあ、この人がついてるがゆえに、えーまあ、ちょっとごめんなさいね、えー。この人がついてるがゆえにあの、今回の政治票を取れたんじゃないのかっていうことを言われております。あのなんていうんですかね、今回の都知事んもしあのこの方あの、石丸さんが出ていなかったら、おそらく、えー、蓮舫さんと、まあ、小池さん、 のこの2つの2大女性の戦いになってたんじゃないのかってこうわされてたんですよね。で、桜井誠さんともう一方の玉の上さんはちょっとあの、供託金の問題でここまで浮上できなかったんですよね。ちょっといけなかったんですよ、やっぱり、供託金でやっ,ぱりこうやっぱり公職選挙法違反っていうことをイメージがあるので、捉えられない。あのし 都民からの支持は難しいといとうことで、これ誰をピックアップしたらいいのかということで藤川慎之助さんがこの広島県秋田た市でまあ話題になってるこの石丸さんをピックアップしたんでそれでバックもついたんでまあ2位まで行けたっていうのがあの僕の読みっていうか予想なんですよね。 で、まあ、あの、この人、訴訟で、まあ、4回負けてるということなんで、今、ちょっとそちらの件の方も、なんかかなり話題になってる方で、えー、まあ、ちょっとその件はちょっとはしょりますね。なんか妹さんの看板、うん、ポスターですかやってるところに頼んで、あの払ってくださいよって、まあ、たかだか70万くらいの金額を払わなくて、最高裁まで行っちゃったっていうことで、払えばいいでしょうよっていうことで、えー、そのことをなんか、立花さんがですね、結構あの追及してたんですけども、 かうんえーまあえー、まあ、とうとでりあえずあの、この方は、これからですね、石丸さんと、新を吹かせましたが、うん、どうなのかなって、もう私、ちょっと不安な要素があるんじゃないのかなっていうのも、あの不安というかね、まあ、政治家でどう,などういうふうに取り扱っていくのかなっていうのもね、いや皆さん、ちょっと疑問に思いませんか。 よくなんかスポーツ選手なんかでインタビュアーとの報道機関に対する対応の仕方が悪いとあの取り上げてくれなくなっちゃいますよね。いろんなサッカー選手であのなんか最初にセリエに行った人みたいに。だからなんかそんな風になっちゃうんじゃないのかなって私は思っておりますんで。かまあちょっとまだ東京都知事選の余韻が残ったんでこの蓮舫さんとに。 言い争いしたこの2人、蓮舫さんと石丸さんの2人のね、候補者のことをちょっと取り上げてみました。ちょっと終わりかけ悪くてすいません。これで終わりにします。